ちらはあの玄関ホールなんですけども、玄関開けてすぐ、まあ、かなり広い広めの空間にはなってるんですけど、玄関が 1.1 畳、シューズクローゼットが 1.1 畳、まあ2畳ぐらいで、玄関ホールも2畳あるので、この空間でだいたい4畳ぐらいある空間になっています。シューズクローゼットの方に入るのは丸いアーチと四角のアーチで、ちょっと形も変わっていて、この辺もちょっと小回りで、まあ、シューズクローゼットの中 の、 あの壁紙もオーナーさんのこだわりで、可愛い足跡がすごいこだわりですよ、これはなかなか。え、これどうやってつけるんですか？これはこういう壁紙があるんです。あ、なんですか、すごい。まず、まあ、玄関入って一番目につくポイントとしては、やっぱりこのアカシアのフロー、ヘリンボーンのフロアですね。やっぱこうアカシアのフロアは色合いがすごいグラデーションになるので、かなり綺麗な風合いになりますね。カリフォルニアスタイルって感じがしますね。あとここが一番のポイントで、水槽を置くための棚になっていまして、これも造作オリジナルで、入ったらお魚さんがお迎えしてくれる、かなり癒しの空間になると思います。で、なんかまあいろいろ餌とか、うん、あ、ここにしまうってグッズもやっぱかさばるので、収納も必ずつけて、まあ、ここをゴミ箱とか置いても、こんなに玄関だとしても、まあ綺麗に見せるポイントになるかなっていうところですね。こちらのリビングはリビングダイニングだけで 16.25 畳で、キッチンの方が5畳あって、ホワイトと木目調 の、 あのインテリアでコーディネートされたリビングになります。うん、気になるのがこれですねこれはワンちゃんが住むお家というか、こう寝る場所としても使ってもいいと思いますし、まあ、ワンちゃんの結構ペットシーツとか餌とかかさばるので、うそういうものをこう収納できるように、で、まあ、中はまあ、汚れとかも掃除しやすいようなボードになっているので、うん、かなりお掃除も楽なんじゃないかな。クッションフロアにも床がなっているの で、 いいです、ね、だいぶお掃除しやすい仕様になっています、で、あと、まあ、ここもすごいズラズラズラと並んでいると思うんですけど、収納力も兼ね備えた、そのキッチンカウンターですね、これ可動棚ですか？そうですね、これも高さを変えられるので、いいですね。そうなんですよ、やっぱ後ろにタップボードがあって、収納したいものってどんどん増えていくと思うので、そうですね、この床もまた味があっていいですね、すごい。2階と同じフロアにあるんですけども、こちら北欧パインでミックス色ですね、ちょっとヴィンテージ感のあるような色合いに仕上がってますね。壁紙はリビングダイニングの方は塗り壁で仕上がってます、まあ、なんか他の会社さんだとちょっとコストがかかるような仕様も標準仕様になっているので、そこまでコストがかからずに、消臭効果とか湿度の調整とか、まあ、アレルギー対策であったり、なんかいろんな効果があるの で、 あ、いいですね、それはホームページで紹介しているのでぜひそうですね、プランとか設備のページに掲載しているので見ていただけたらと思います、キッチンはそうですね、高さのあるキッチンで、確かにキッチンのこの壁、天井の壁だけ貼り分けてるので、あー、これおしゃれ、空間をこう仕切ってリビングとこっちちょっと別の部屋だなっていう感じの仕上がりになっていて、グレーのタイル柄の壁紙とも相性が良くて、キッチンから直接今度パントリーにつながっていて、だいぶ今荷物を置いてるんですけど、これでも十分なぐらい、もう食品だけじゃなくて、やっぱ日用品、ティッシュとかトイレットペーパーとかかさばるようなものは全部ここに収納できちゃうので、お家の中がごちゃつかなくて、まあ、収納できるスペースがあると片付けも多分決まった場所があると楽なので、かなり重宝するスペースじゃないかなと思います。で、ここが冷蔵庫置き場、あ、こっちに入るんですね。そうなんですよ、リビングから見えないようにここに冷蔵庫が来るように、いいですね、生活感が隠れて、こうやってキッチンすぐ横なので、移動とか持ってくるのもそんなに大変じゃないです。
は脱衣室ですね、まあ、かわいいチェックの壁紙をアクセントに、でここも洗濯したらすぐに干せる、物干しできるようにパイプハンガーが設置されています。外干し派の方もいると思うんですけど、やっぱり防犯上とか、あとお仕事の都合で遅くなるとか、そういう方にはすごい室内干しできるのもおすすめで、L 字だったりコの字だったり、いろんな形できるのですごく便利です。こちらが洗面室、こちらも造作でオリジナルの洗面台になります。これはワンちゃんとかもし外から帰ってきて足とか洗うのにもちょっと便利な深さのある、いわゆる病院シンクっていう、かなり深さあるんで、ちょっと手洗いしたい時とかも便利な。タイルが可愛らしくても濃いめの壁紙がかっこいいので、確かにすごいバランスが良くて、コンセントとかもお好みの位置につけれるので、多分その左側2箇所あると思うんですよね。あ、本当だ、そこあるんだ。すごい丸いアーチを今度抜けてトイレに、トイレ、ね、切り返しのある上が洗面台と同じようなカラーで、下が木目調、すごいグッと閉まってかっこいい、いいですね。切り返しっていうのも結構ポイントで、これあるだけでだいぶかっこいいですね。そうですね、閉まりますね。こちらこの棚もいいですね。階段ホールも塗り壁で仕上げている形で、照明がすごいポイントの階段ホールになります。こちらのホールも全体が塗り壁仕様になっているので、左官のアクセントがついてて、すごい明るい光が差し込む階段ホールなので、圧迫感なく各お部屋につながる動線になっています。ここは一応主寝室、まあ、1階も2階も北欧パインの木材を使用しているので、かなり木目のこう不具合が出てて、お部屋自体がすごくかっこよく仕上がるポイントなんです。で、まあ、爽やかなブルーのドアがすごい可愛らしいので、お部屋にすごくぴったりな、こっちの壁は木目調で全体的に爽やかなイメージになっています。こちらのうちもアメリカンスイッチで、ね、いいですね。またこう回遊できる動線に2階もなっているので、このまま奥様と旦那様それぞれのプライベート空間、お部屋になっています。同じ大きさではあるんですけど、壁紙が違うのでだいぶ雰囲気も変わっていますね。こちらが旦那様の、はい、ご主人のお部屋ですね。こちら、まあ、お隣の部屋と違ってかなりかっこいい雰囲気で、コンクリート柄と、まあ、ブラックを基調にしたお部屋になってますね。でこちらも、まあ、クローゼットがあるので、それぞれのお洋服を収納できるような仕様になっています。天井もブラックでかっこいいですね。これも同じやつなんですけど、色が確かに締まってみる。